はい、それでは本日初参加いただきましたパゲロトさん、皆さんです。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。あ、今から映しますんで、はい、はい、ありがとうございます。それあ、ちょっと近いですね。近い近い。ありがとうございます。あ、いいですね。ぐいぐい行きますね。ありがとうございます。はい、それではなあ、あ、今から今からです。はい、今から今から。ちょっと早い早い。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ皆さんどういったメンバーで構成されたチームさんなんでしょうか。ちょっと逆光ですね。すいません。こっち行きましょう。逆光ですね。せっかくのイケメンが、あ、喋ってもらって、はい。どういうチームで、どういうチームでしょうか。地元の親友たちです。あ、なるほど。じゃあ皆さん同学年というか。そうですね、2人を除いて。なるほど。皆さん大体おいくつぐらいなんですか。はい、そうですね、22ですね。22歳、はい、お若いですね。皆さん、こうパケロトさんとはどういうチーム名の由来で、まあ、できたんでしょうか。サブイボから来ました。サブイボからパゲロトに、はい、サブイボから。なるほど若干ちょっと遠い気がするんですけど、そこは詳しくは、はい、まあ、そう、はい、そうなんです。はい大丈夫ですか。緊張しますか。緊張します。ありがとうございます。それではここまで熱いですね。あー、ちょっとな、何を、大事ですかね。もうちょっと喋れる。ここまでどうですか。総裁一大会やってきて感想は。そうですね、まあ最初は雰囲気飲まれそうになったっていう。まあでも2点決めたんで、はい、はい、誰が喋るんですか。誰が、じゃあお願いします。まあそうですね、1勝目はちょっとこう不本意な結果に持ってしまったんですけど、はい、でもやっぱチーム一丸となって、はい、まあ、まず一勝、それを掴めたことが第一歩かなと思ってますね。なるほど、はい、じゃあまだ試合は続くと思いますので、最後ぜひ意気込み、目標をお聞かせください。そうですね、もうここまで来たからにはみんな全力を出してしっかり結果出して、最高な結果で笑顔で終わりたいなと思ってます。素晴らしいです。ありがとうございます。バゲロットさん、皆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最後ぜひ何かあれば。サブイボはい、ありがとうございます